ユージャージー州、サウスオレンジ出身のプロバスケットボール選手。バージニア州の高校を経て、コロラド大学で4年間活躍したコープランドだったが、2006年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。2007年に D リーグでプレーした後ヨーロッパに渡り、スペイン、ドイツ、オランダ、ベルギーのリーグでプレーし、経験を積んだ。 2012年の NBA サマーリーグでニューヨークニックスの一員として参加したコープランドは首脳陣に好印象を与え選手契約を勝ち取り念願の NBA 入りを果たした NBA1 年目の2012から13シーズンはベンチからの得点源として活躍し平均8.7得点3ポイントシュート成功率42.1%を記録 2013年夏に制限付き FA となったコープランドはインディアナ・ペイサーズが提示した2年600万ドルのオファーシートにサイン。ニックスはコープランドへの契約を提示しなかったためペイサーズへの移籍が決まり2シーズンプレーした。2015年7月29日、ミルウォーキーバックスと1年契約を締結。NBA1 年目にニューヨーク・ニックスで共にした。 ジェイソン・キット HC のもとで再起を図るも、2016年2月20日に解雇された。2016年9月22日、ニューオーリンズ・ペリカンズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだものの、間もなく解雇された。以降は再び欧州諸国でプレーしている。ありがとうございます。